こんにちは、こすけです。今の時期、防水性能の高い靴があると何かと便利だと思います。北海道に梅雨はありませんが、この時期はぐずついた天気も多く、普通の靴だと水たまりとか濡れた草っぱらを歩いた時に足が濡れてしまったりします。普通の長靴は持っていますが、さすがに出かけるのに長靴は履いていけませんので、ワークマンで少しカジュアルなレインブーツ、この防水フィールドブーツを買ってみました。価格は1900円と安いのに、上までしっかり防水で長靴としても使えます。長靴買うよりも価格的には安いですよね。この防水フィールドブーツの特徴ですが、こんな感じになっています。一つはこのブーツ、高さが24センチあるんですが、上までしっかり防水だということです。カタログには24センチと記載がありましたが、僕の買った LL サイズのフィールドブーツを実際に測ってみると25センチ高さがあったので、サイズで多少前後はあると思います。普通の長靴よりも短いですが、しっかり上まで防水というのはありがたいですよね。そして2つ目がカジュアルなデザインです。デザインに関しては通常の長靴に比べるとずっとカジュアルな印象ですし、カラーバリエーションもベージュとブラックの2色があります。ホームセンターに売っている長靴だと近所の買い物でも少し抵抗ありますが、これだとちょっと出かけるときはもちろん、観光なんかに履いていっても僕は抵抗ありません。そして3つ目の特徴ですが、非常に軽いんですよね。軽量です。レインブーツというとちょっと重たいイメージがありますが、これはとても軽いので歩いていて疲れにくいというのも特徴だと思います。このブーツの表側の素材ですが、つるっとしたものではなく、見ての通りちょっとね、こうボツボツしたような、そんな素材になっています。このボツボツした生地が少しカジュアルに見える理由の一つかなと思います。そしてこうやって見ていて気づいたんですが、このソールの部分ね、底の部分、どっかで見たことありますよね。僕が冬に愛用している防寒ブーツケベック、これのソールと全く同じだと思います。こうやって並べてみると分かりやすいと思いますが、ソールの厚みも横の部分のデザインも底の部分のデザインも全く同じです。防寒ブーツケベックは底が滑りづらくて、氷の上でもね、結構グリップしっかり効いたんですよね。そして軽いという特徴もありますので、おそらくこの防水フィールドブーツも氷の上を歩く機会があったら滑りにくいんじゃないかなと思います。ただ防寒性能はないので冬履くことはないと思いますが、夏のちょっと足場の悪いところとか濡れた路面、そういうところでどのくらい滑りにくいかというのは気になりますね。それ以外見た感じの特徴は、フィールドコアのマークがワンポイント入っているくらいでしょうかね。中はこんな感じになっています。少しザラッとした布のような素材になっているので、汗をかいたとしても蒸れにくいような感じはします。ベタつきにくいような印象ですよね。防水ブーツですから、まあ、蒸れるとは思いますが、ベタつきにくいとは思います。そしてインソールは薄めのものが入っていました。結構硬めで弾力性はあまりないと思います。硬い発泡スチロールのような、そんなインソールとなっていました。それでは実際にこの防水フィールドブーツ履いてみましょう。通常 27.5 センチの靴を履くことが多い僕ですが、 LL サイズの防水フィールドブーツを履くとぴったりかちょっと大きいかなというぐらいの印象です。この防水フィールドブーツのサイズ表記の目安を見てみると、 27.5 の僕は 3L が良さそうですが、実際店舗で履いてみると 3L はかなり大きめで、 LL くらいが良さそうでした。僕の足であれば LL でも薄い中敷き程度なら問題なく入れられそうなサイズ感です。なので実際店舗で履いてみてから買った方が良さそうですね。履き心地に関しては、まあ、柔らかい感じはしないですね。ちょっと固めの底なので、防寒ブーツケベックと似たような印象です。ちょっと硬いなと感じる場合は、ダイソーに売っている100円の中敷きでもいいので、少し柔らかいものを入れると履き心地グッと良くなると思います。今回もこのダイソーの100円の中敷き入れてみたいと思います。ちょっと薄めで柔らかいスポンジのような素材になっているので、これを入れるとグッと履き心地良くなるんですよね。実際入れて履いてみると、やはり履き心地グッと良くなります。これだと長時間歩いてもそんなに疲れることはなさそうですね。
それではこの防水フィールドブーツ、防水性能のチェックしてみたいと思います。まずは水をかけてみましょう。当然ですが全く中に水が入ってくるようなことはないです。全く問題なしですね。こういう数字をつなぎ目のある部分もしっかり塞がっているのか、全く中に水は入ってきません。まあ防水ですから当然ですよね。で、上までしっかり防水ですから、この辺に水がかかっても問題ないですよね。うん、見ての通り水の切れもいいので、濡れたとしてもさーっと水が引いていきます。なのでずっとここら辺に水が残ると、ベタベタ残るというようなことはないと思います。防水ブーツですから当然こういう水たまりに入っても全く問題なしですね。水たまりに入って多少水圧がかかっても中は全く濡れません。それとこの靴とても軽いので水に浮きます。ほらすごく体重軽い人であれば水の上歩けるようになるかもしれません。まあ体重 100g とかね、それぐらいの人なら。そんなわけで防水性能に関しても全く問題なしどころか、かなりいい感じだったと思います。そして非常に軽くて安定感が、バランスがいいので、こうやって水に浮くというのも特徴だと思います。まあ水に浮いたところで何かの役に立つわけではないですけどね。実際に天候の悪い日はこのブーツ履いて出かけています。こういう雨上がりの水たまりも遠慮なく入ることができますし、当然水が侵入してくるということはありません。雨が上がった後はこういう草の上を歩くと靴がびちゃびちゃになってしまいますが、当然この防水フィールドブーツであれば全く問題ないです。場合によっては泥だらけになるような場所を歩くこともあります。自然の中の観光だとよくあるんですが、そういう場合でもこのブーツそもそも汚れがつきにくい上に、もし泥だらけになったとしても水で流してさっと洗うときれいになるのでとても楽なんですよね。全天候型ブーツというだけあって本当にどんなところにでも履いていけますし、価格も安くてすぐきれいになるので遠慮なく泥だらけにすることもできます。このブーツは軽量だとかデザインがなかなかいいとかいろいろメリットはありますが、価格の安さと汚れた時のメンテナンスの楽さ、僕はこれが最も大きなメリットかもしれないなと履いていて思っています。歩く場所を選ばないというのは北海道の地方で暮らす僕にとっては本当にありがたいことなんですよね。履いていて気づいたんですが、この部分が結構こうキュッと締まった感じになるので脱げにくいですね。脱げにくいし、長靴よりはちょっと歩きやすい感じになってます。ちょっと締め付け感があるんですよね。ただ長靴のようにスポットは脱げないので、まあ、このあたりは好みはあるかもしれませんが、歩くんならね、長靴よりもこっちの方が歩きやすいように思います。というわけで今回はワークマンの防水フィールドブーツ、特に雨の多い時期に活躍してくれると思います。もちろん今の時期だけじゃなく冬のブーツまでしっかり使えるので今年は長くお世話になりそうですね。防水なので全く蒸れないというわけではないんですが、中の生地がサラッとしているのでベタつきにくく、履いていて不快になるようなことは僕はありませんでした。軽くて長靴よりは足にフィットするため動きやすいので、観光はもちろんアウトドアでも活躍しそうです。川の中でも水深24センチまでは問題なく入れますし、泥とか林の中に入っても問題ないです。こうやって足を曲げても強い抵抗は感じないので、アウトドアとか結構動きの激しい時にでも使えると思います。マダニ対策にも良さそうですよね。履き心地に関しては中敷きを入れればまずまずかなという気がします。価格も安くて便利な防水フィールドブーツ、見かけたら色違いでもう一つ欲しくなってしまいました。
かなり売れているので品薄ですが、妻も欲しいと言っていたので見かけたら買いたいですね。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。